ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、ノンフィクションっていうのは実話って意味だよね。そうだな、いきなりどうしたんだ？日曜日の昼間に放送しているテレビ番組で、ザ・ノンフィクションってあるでしょ。やらせ告発があったらしいんだけど、そしたらもうノンフィクションじゃないよね。出演した当事者たちがやらせを週刊誌に暴露したという話のことか？それそれ、もっと詳しく教えて。じゃあ今回は、ザ・ノンフィクションのやらせ告発について紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ザ・ノンフィクションは、人々の生きる姿に密着したドキュメンタリー番組。著名人が取り上げられることもあるが、一般人にスポットを当てたものが多いぜ。かなりご長寿番組よね。フジテレビで1995年10月にスタートしてすでに26年、放送は1000回を超えているぜ。テーマ曲、サンサーラは耳に残るから覚えてる人も多いと思うんだぜ。ああ、あの生きてる生きているってやつね。あのフレーズって不思議と残るわよねー。やらせが告発されたのは、マキさんの老後。最初の登場は2008年で、そこから12年にわたって年1ペースで放送されてきたぜ。全8回の放送と、ダイジェスト版の合計9回でこれは歴代最多の人気シリーズだ。私もこのシリーズ大好きよ。番組はお釜のマキさんとお鍋のジュンさんの、逆転夫婦に密着したものだ。あべこべ夫婦って言われてるわよね。夫のジュンさんは戸籍上は女性だ。かつては男装の霊人と呼ばれていたんだぜ。おお、熊野真紀さんは戸籍上は男性。早稲田大在学中に六本木の有名店プティシャトーで、華々しくデビューを飾った経歴の持ち主だ。見た目は男と女、逆だけど戸籍上は問題なしよね。二人は愛ではなく精神的な絆で結ばれ、1991年に友情婚をした。二人ともよく喧嘩してるけど仲いいもんね。気性の激しい真紀さんをなだめ、耐えるジュンさんの日常は視聴者の反響を呼んだんだ。そうそう、二人の喧嘩はこの番組の見どころよね。喧嘩というか真紀さんが切れて、まあまあとジュンさんがなだめるのがお約束。だが、実生活では二人とも喧嘩なんてほとんどしないそうなんだ。え？ノンフィクションなのは真紀さん、ジュンさんという実在の人物だけだったそうだ。あとはやらせ、捏造、仕込みのオンパレードで悪意のあるフェイクを流されていたという。ちょっと待って、ほとんどがフェイクって思考が追いつかないわ。12年間ずっとってこと？順番に話して。最初は他局のバラエティ番組に、お釜とお鍋のあべこべ夫婦として出演したんだ。それを見ていた、ザ・ノンフィクションのディレクターが真紀さんに番組の出演交渉をした。ふむふむ、骨のあるドキュメンタリーにしますと言われ、真紀さんは心よく出演を OK した。しかし真紀さんはすぐにそのディレクターに不信感を抱くことになった。何があったの？ドキュメンタリーのはずが台本を渡されたんだ。でも仕方ないので、これはドラマなんだと割り切ることに決めたんだ。ええ？だがオンエアを見て愕然とした。当時48歳だった真紀さんだが、暗い照明のせいでシワが濃く刻まれかなり老け込んだ姿で映っていた。撮影の時には照明を暗くすると、彫りが深く見えると言いくるめられていたんだ。それはひどいわね。よく女優さんなんかが明るいライトを当ててシワを飛ばすけどその逆ってことよね。真紀さんはディレクターの言葉通りに受け止めて出演を決めたが、番組のことをよく知らなかったんだ。ジュンさんも知らなかったの？ジュンさんは、かわいそうな人を見て視聴者が優越感に浸る番組と認識していたそうだ。真紀さんが出演の話を持ってきた時にジュンさんは叱ったそうだが、もう出演を決めた後だった。真紀さんは純粋にディレクターの言葉を信じちゃったのね。オンエアを見て友達からも同情されたりして、初めて番組の意図を知り公開したそうだ。だから約束の8回を終えたら、出演はしないと決めて割り切って続けていたそうだ。すぐ辞められない契約上の問題があったのかもね。でも長い間、老けた姿やフェイクを放送されて嫌な思いもしたんじゃない？ジュンさん曰くディレクターは自分に強く物事を言う真紀さんのことが嫌いだったようだ。だから真紀さんを老け役で汚れ役に設定、そしてジュンさんのことはかわいそうなおばあちゃん役にしたかったようだ。ひどいわ、でも確かに番組はそんな感じだったわ。でも嫌いっていう理由でそんな設定にするなんて。それだけじゃなくて、真紀さんのことはひもおかまとして描きたかったらしいんだ。真紀さんは生活費をたったの2万円しか入れずにいつも威張っているといった感じでオンエアされた。でも真紀さんはちゃんと10万円入れているんだぜ。これって捏造とかじゃなくて完全にフェイクよね。他にも真紀さんが怒って、ワインのボトルを割ったように放送されたことがあった。
でもマキさんはボトルを割ってなんかいなくて、ガチャーンという効果音が使われていたんだ。でもオンエアを見た人はマキさんが切れてボトルを割ったと思うよね。とにかく毎回喧嘩してくださいと指示されて、喧嘩するまで帰ってくれないそうなんだ。早く帰ってほしいからマキさんとジョンさんはわざと喧嘩をしていたんだぜ。じゃあいつもの喧嘩のシーンはそうやって作られていたわけ？それ以外にもスーパーで、店員に文句を言うよう指示されたこともあったそうだ。だがスタッフは店側に撮影の演出だと説明もなく、謝罪することもなかったんだ。それじゃあマキさんだけが悪者みたいになるよね。だから近所ではマキさんの評判が悪くなっていった。こんな調子で1年間、朝から晩まで密着されて無茶ぶりされてギャラは20万程度だったという。割に合わないわよね。マキさんがかわいそう。ジョンさんも被害に遭っているんだ。ジョンさんも？お墓参りのシーンを撮影するために旅館に一泊して、みんなでお酒を飲んだそうだ。その時ディレクターがジョンさんの後ろから抱きついて思い切り胸を触ったんだ。しかもジョンさん、大きいって言いながらだ。はぁ？ジョンさんは見た目も生き方も男だが体は女性、いろんな意味で許せないんだぜ。絶対に許せないわ。さすがに温厚なジョンさんもブチギレたらディレクターは部屋に逃げていったそうだ。翌日には、覚えてないんでってそれだけだったと言うんだからますます許せないだろ。酔っ払ってて覚えてないっていうのは卑怯だわ。正式な謝罪を要求していいレベルよ。だからジョンさんも最後の方はほとんどこのディレクターの指示に従わなかったらしいぜ。そうなっちゃうわよね。でもさ、いろいろ暴露されてこのディレクターのこともフジテレビで問題になったんじゃないの？それがこのディレクターはフジテレビの社員ではないんだ。どういうこと？実は、ザ・ノンフィクションはいくつかの制作会社が企画から制作まで受け負っているんだ。例のディレクターがマキさんに出演交渉したように、出演者探しから全て隠した受けがやっている。丸投げってことね。ディレクターはフジテレビの社員かと思っていたわ。やらせが明らかになって、例のディレクターは誰なんだとみんなの興味が集まった。私も気になる。それで誰だかわかったの？下請けなので番組クレジットに名前表記されることもなく、番組の公式ホームページにも名前はなかったんだ。ネットでは特定班も動いたみたいだが、やっぱりわからなかったようだ。もし名前がわかったらものすごい炎上したわね。だろうな。でも、マキさんもジョンさんもそれが目的でやらせを告発したわけじゃないからな。特別な理由でもあったの？それとも12年間の積もり積もったものが爆発しちゃった感じ？それも当然あるだろうな。だが、きっかけになったのはテラスハウスに出演していた木村花さんが亡くなったことだ。彼女はネット上で誹謗中傷され続け、自ら命を絶ってしまった。ショッキングだったわよね。マキさんたちも番組の影響が実生活にまで及ぶようになってしまったんだ。ご近所での評判が落ちたって言ってたもんね。二人で街中を歩いていたら知らない人から突然、罵倒されることもあったそうだ。さらにアンチサイトまで作られ、叩かれまくって精神的にもかなり辛い思いをしたんだ。それって例のディレクターが作り上げたマキさんを見て、そのままの人って思ってる可能性大だよね。番組のタイトル通り、ノンフィクションだと思ってるだろうからな。過剰演出ややらせがあるとは思わないんだろうな。きっとそうだよね。マキさんも自分たちは二人だから耐えられたけど、一人だったら花さんのようになったかもしれないと。リアリティ番組の先輩として過剰演出について、一石を投じたいと真実を話す決意をしたんだ。それが告発した理由だったのね。やらせと捏造に関しては数えきれないほどで、ナレーションは悪意に溢れていたそうだ。マキさんたちはどのシーンが使われるか知らされず、編集者バイアスで創作、印象操作がされていた。それって異様にストーリー作れちゃうからやりたい放題だよね。しかも富士の番組プロデューサーには、直接連絡を取らないように毎回しつこく念押しされていたんだ。連絡されたら困ることがあったってことだよね。12年間富士から一任されていたらしいからな。だが視聴率のためとはいえ、富士テレビの丸投げ容認体質も無責任だとマキさんは語っている。でも絶対連絡は取らないようにって言ってたけど、告発されて色々とバレちゃったんだよね。富士テレビの反応はどうなんだろう？週刊誌の記事にあったような言動や演出の指示を出したことはないと認識しているとコメント発表。テレビの闇を感じるわね。そういえばテラスハウスもフジテレビだったけど、リアリティ番組って何なんだろうって思っちゃう。だからマキさんたちは警告の意味も込めて、告発したんだと思うぜ。でもこれでマキさんたちはザ・ノンフィクションとは完全に決別するってことよね。マキさんたちも二度と出たくないって言っていたし、告発した今となっては出演の話もないだろうな。確かにそうね。
実は牧さんは、かねてからクイズ番組やトーク番組の出演を熱望していたんだ。例のディレクターは毎回出演をちらつかせていたが、実現することはなかったそうだ。なんて姑息な、いやらしい、卒業して正解だわ。告発する前まではしつこく説得、オファーのラインや電話が続いていたそうだぜ。だって牧さんの老後は人気シリーズだから、そう簡単に諦めたとは思えないもの。もちろんはっきりとお断りしたそうだ。今はジョン&マキチャンネルという YouTube チャンネルを開設して、仲の良さを発信しているぜ。そうなの？見なくちゃ。ザ・ノンフィクションのような喧嘩シーンはないが、マキさんの歯磨きシーンは健在だ。あの豪快歯磨きね、あれはやらせじゃなかったのね。あれこそ過剰演出じゃないかと疑いたくなるぜ。マキさんの老後のやらせ告発については以上だ。どうだった？マキさんシリーズはやらせだったって分かったし、その制作会社の責任だけど番組全体を疑っちゃうわ。問題になったのはマキさんシリーズだけじゃないぜ。え、そうなの？実は他にもいくつかあるんだが、それはまた次の機会に紹介するぜ。ぜひお願い。それじゃあ、また見てね。